どうもー、なかなかピラリチュアラテ応援チャンネルでーす。こんにちは。さあ、ちょっとね、今日はまだ一軍の試合は、まだなんですけども、今日ね、来ましたね、オギちゃん。オギちゃんが、二軍でね、二軍で出場したということで、これ4月のね、最初の方に怪我して、以来の実戦だったんですけど、なんとね、もういきなり2打数2安打ですよ。さすがっすね、1打席目は左中間へ。二塁打で2打席はセンター前、なんか両方ともやっぱ小木ちゃんっぽい引きつけてのね感じのヒットで、さすがね、相手ピッチャーは高梨投手ね、まあ、高梨投手も結構1軍で投げるピッチャーなんでね、今年は1軍では 7.66 というね、調子は悪いんですけどもね、1軍級のピッチャーなんで、まあそのね、相手と対戦できたのは良かったんじゃないでしょうかね。ちょっとね、まあまだ実戦1日目ということなんで、もうね、週末とかも出て、来週ぐらいにオールスター系とか来れんのかな。ね、まあ明日も西武戦があるんで、2軍はね。そう。だからそれとかで調整していく感じかな。どうなんだろう。週末からちょっと見たいですけどね。まあ、あとオカピが、ね、4打数2安打3打点1ホームランということで、もうホームランも完璧でした。オカピはもう、ちょっとすぐ上がれそうじゃないですか。ね。オカピはやっぱ必要ね。やっぱいるといないじゃん、もちろんかなりね違うんでね、まあ、石川選手が入ってきたのもありますけども、ちょっとね楽しみですね。ここね、本当に継承っぽくて、今んところね継承っぽくてよかったですよね。あとはね、だそうなると誰をね、もしね、あ、ちょっと待ってください。今ね、あ、日本舞台楽天を見ながらやってるんですけどね。そう、いやー、これね、誰を2軍に下げるのかっていう問題がね、結構ね見てたらなかなかいなくて、まあそうなるとちょっと井上選手が、ね、上がってきて、そこまで調子は良くないんで、井上選手、そして、ね、小川選手ね、で小川選手結構疲れてるんですよね。でも内野というかもう外野で使われてるんで、外野ってなると小川選手になるのかな。で、まあ、内野がそうなると手薄になると、昨日キャッチャーをやった大下選手を1軍に入れて、柿沼選手を落としてっていうのに、この辺はちょっと分かんないですけどね。まあ、柿沼選手はね、種市さんと組んでいい感じですし、まあ、バッティングもね悪くないですからね、っていうちょっといろんなパターンが考えられるんですけど、まずはちょっと来週ぐらいですかね。オカピは今週末ありそうな気がするんですよね。そうだったら今の状態だと井上選手と変わるのかなっていう感じもありますし、まあ何にせよちょっとロッテとしてはね、なかなか怪我人が帰ってこないという状況がね、最近は多かったんで、ようやくちょっと光じゃないですけどね、打線も打てないで、ね、小木ちゃんいるといないとだいぶ違うんだよね。そう、まあ、ちょっとこのまま怪我をせずに、ね、一軍上がってきてほしいなってありますね。そして今日はね、カスティーヨ選手、ね、なんか雨、あれ中止になってる、あ、今ちょっと見たら中止になってますね、雨、あれ中止です。カスティーヨ君出番がないってやつね、本当に小木ちゃんの情報伝えようと思ってね、今スポナビ見てて、うん、あ、それで今日はカスティーヨ君かと思って、ちょっとなんか情報ないかなと思ったら、中止になってますね。まあ、というわけで、ね。まあ、中止はしょうがないですし、まあ、相手も宮城君だったんでね。まあ、これはこれで良しとしてもね、まあ、やったらどうなったかわかんないですよね。そう。まあまあ、良しとしましょう。一勝一敗。ね、連戦。で、あさってから。まあ、ちょっと2日休めるんで、ちょっと寂しいですけどね。土曜日、マリンで楽天戦、ね、土、日、月、ちょっと僕はどれも見れない可能性なんですけどね、ちょっと、土曜日はピロイさん見に行くのかなっていうのもありますけど、まあ、ちょっと、ね、2日ちょっと空いちゃって、あれですけども、皆さん、ちょっとね、その間に元気にね、いろいろおいしいもの食べて、また、ね、よろしくお願いします。というわけで、中野とピロイ千葉ロッテ応援チャンネルでした。ありがとうございました。また。